裏切り者に来てもらいました。おはようございます。お久しぶりで。お久しぶりです。2ヶ月ぶりぐらい。違うブルーに染まりやがって。もうね、襟だけバイオレットワインレッドみたいな。そうそう、あの中のポロシャツを日々変える。あ、なるほど。何言ってんだよ。あの日ハムファンでよろしいですか。はい。あたかもずっと日ハムみたいな。いやいや、何を言ってるんですか。前ね、僕ここに来た時はね、中日バーになんか邪魔な奴がいるから他のチームをファンにしようって言ってた あなたのそのね、敷かれたレールを僕は進んでるだけです。あれちょっと影響されてたんだ。うん、日ハム着せた時ちょっと良かったもんね、感触。そう、ちょっと似合ってたんだよね。うん、ってことで、はい、つい先ほど、はい、中日が3年連続だーっけてよあれお前4月の時単独首位って言ってたよ。言ってたよね。勝ちましたー。マジか。単独首位中日ドラゴンズ。くー、やばすぎー、やばすぎー。大谷がね、うんうんこうで50-50やってる。そうです。裏でドラゴンズは666ですからね。ほんと最悪だよ。俺はこの中日の失速、これ全部 DJ 佐藤のせいです。攻めのせいです。具体的にあのね、そう言うのは簡単ですけど、もうちょっと深掘りしていきたいですね。はい、やっぱりその DJ 佐藤がやっぱナンバー2なんだから。ナンバー1は青味噌。じゃあ俺ああ青味噌はだって MPB にだってなんかダンスされてない。 YouTube 界で一番の中日ファンナンバー2、うん、でしょ。基本ナンバー2が頑張んないとね、政治も全部そうでしょ、会社も。トゲさん、何をもってナンバーワンって言ってるんですか。名実ともにナンバーワンじゃない。あ、よく言ってねえな。韓国チャンネルね、今登録者3万5千何百人もちょっとぐらいですね。あのうちの3万人ぐらい勝俣さんです。いや、そんなことないです。5千人ぐらい直径さん。いや、でもあの残りが連鎖、残りが連鎖。だからそのナンバー2がナンバー2の活躍をしてないというのは事実ですから、そこはちょっと何やってんだっていうのと、まず何をしてるのかだけちょっと聞いていいの。そう、いまいちちょっと分かってないのよ。これ誰か分かってんの。いまいち誰か分かってないの。あの時のリー佐藤が、俺らと中日ドラフトやってた時に、ね、あんだけ中日愛を出してたリー佐藤なのかっていう、うんうんうん、あと X でやっぱ DJ 佐藤中日戻ってこいみたいなこともあるわけでしょ。うん、俺はね、今何が起きても分かってない。君は何なんだって。君は何なんだろう。それで言うと、うん、僕もね、ちゃんとね、すべて分かってるわけでもないですけど、うん、僕の心境の動きとしては、もともとはドラゴンズがずっと好きでした。だってもう、小学生レベル。そうですね。僕は、うん、もう、今年で21年目になります、思いまして。という中で、まあ、今年ね、特に、YouTube 活動を始めて、うん、現地に行く回数も増えました。うん、で、その熱が上がってる状態で立浪政権にいざ3年目今年こそ結果を出してくれっていうシーズンに、もう4月からチグハグが再配、はいはい、でシーズン中盤になっても選手がなかなか入れ替えず、で結果的にこの順位ですよ。でこの順位も結論、僕ってあのドラゴンズから心が離れ始めた7月の後半ぐらいなんですけども、まあ、そこでね、あのファイターズと出会いましたと。なるほどね。でファイターズの最初の試合でグンチがアリエルが大活躍、山本拓実が勝利投手っていう中で、僕もここで心を奪われたんですよ。でよく、まあ、僕言われるのが、あいつはあの弱いチームから強いチームに乗り換えたっていう声も結構、はいはい、確かにあるね。頂点だけ見ればそうなんですけど、プロ野球球団ってそのビジネスとしてやってる以上、選手たちがいて、監督、コーチがいて、うん、その上に親会社がいてっていう構造なわけじゃないですか。その親会社が腐ってるなっていうのを、去年までは正直あまりそこを見ずに応援していたってことなんで。まあ、それにわかるもんね。そう。このチームを今後応援し続ける、それはもう今年来年とかのスパンじゃなくて10年20年って考えた時に、多分辛いんだろうなって思ったんですよ。ああ、なるほどな。そこについてはもう
あの、おっしゃる通りだなと思っていて、そこについて聞いて。うるさい、うるさい、もう説明しろって言われたかもしれない。もううるさいね。まあでも俺は一つね、多分皆さんとは違う角度で見えてるかなと思ってるんですけど、まあ今ちょっとごたくを並べてましたけど、これね、俺ディリサとの日ハムを出汁に使ってる可能性あるな。出汁、完璧な中日ファンとして帰り咲くために、今日ハムで寄り道してるだけなんじゃないかなって。全ては今の中日は普通に応援してたらね、やっぱ野球観戦系 YouTuber の登録者ってある程度天井あるんですよ、うん、これ D さんとこいつ巧みですから、うん、戦略家ですから、一旦日ハム寄っていろいろ騒動を起こしとって結局中日に戻ってくるからね。あ、こういう考えしてんじゃないかっていうので、これはどうなの。戻る気はないっていうか、戻る資格はないと思ってます。なるほどね、これだけ、まあ、別に、ね、はいはい、野球チームを応援するのは自由だって言ってくださってる方もいるんですけど、うん、僕が YouTube で発信してる以上、うん、このムーブメントはクソムーブなんですよ。なるほど、うん、それは僕も重々承知です、はいはい、でいくら僕がこうやって直球さんとか視聴者の方に説明したって、これはもう本当に時間をかけて僕が体現していくことでしか納得してもらえないと思うんですよ。じゃあもう日ハムファンになったっていうことで、何を今更、確定なんだこれ。確定ですよ。あ、まあそれはもういいですから、俺あの去っていくものは追わないですから。だから強い覚悟があるのかっていうのは気になって、俺もだから多分視聴者もね、うん、だから中には俺みたいに思ってる人もいるかもしれない。だから強いちょっと意思を示してほしいなと思って、だから日ハムのいいところとか日ハムについて日ハムファンでやっていく決意っていうのを、うん、あのちょっとあのうちビリビリ用意したんです。あれ？ビリビリにね、ちょっとディリさんをビリビリさせつつ、結構これ痛いよね、勝間さん。あ、まあ、めっちゃ痛いですよこれ。ちなみにこのビリビリっていう環境、これ NPB のファンね、ディリサとアンチとかディリサとのファンとか、いろんな取り巻く環境よりは全然痛くない。ね、このビリビリとかに耐えつつ、あの日ハム俺こんだけ愛してんだ、好きなんだ、応援していきたいんだっていうのが、まあ、気持ち伝われば、まあ、許します。うん、なんでちょっとこのビリビリで、まあ、物理的にね、リリー佐藤が苦しみながら日ハムの愛を叫ぶ、話す、これが一番足りないよ、リリー佐藤。確かにこれが一番本能が出るからね。だからそれで、ね、リリー佐藤があっぱれ、お前はもう日ハム素晴らしいとなった場合にはもう送り出しますよ、私は。前何者なの？ナンバーワン。何だお前、中日のナンバーワン。俺は仕事だから、中日は俺と青味噌で盛り上げていきますよ。盛り上がり方しないでしょ。じゃあ、ガズマタ。はい。リーサーつけろ。はい。これ、ホップいっちゃう？危ないえ？これ結構危ないやつだ。あー、そうだ、これ。ちゃんとやれよ。あ、失礼しました。はい、準備できました。はい。リリーさんと、ビリビリ処刑してみたってことで、なんでちょっとちょっと来ますか、すいません、動かないでそんな興奮しないで、DD ちょっと落ち着いて。じゃあ、DD さん日ハムについて、うん、もうみんなだよ、まだまだ震えないでまだ震えないででは、日ハム熱弁の方お願いします。はい、まずファイターズの野球はね、本当にあの見てて面白いと。で、まあ何が面白いかっていうと、当然とホームランがめちゃめちゃ出ると。特に今シーズン、2桁ホームランっていうのが、レイエス、清宮、万波、郡司、あとアリエル、これね他の球団にはいないでしょ。やっぱり1人がたくさん打つとかは結構ね。あ、ちょっとストップ、あれビリビリしてる？ DG してるしてるしてる、見てこれ、ね、壊れてるのかな。ちょ、勝又、はい、一回な、なんすか。いや、こんなだってもっとワーキャー騒いでるじゃん。いやいやいや、ゆっくりね。あ、来てるね、来てる、来てる、来てる。あっ、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 いって、いや、無理だ、いって、あっ、あれ DD 聞かないじゃん。同じ今日やってる、やっぱなんか熱量があるのかもね、それぐらい。じゃあちょっともう一回 DD につけますか。
じゃあ、失礼しました。いい佐藤、リッチハム、ヘッツお願いします。さっきと同じことは言わない方がいいですか。あ、でも1個しかない。いや、別にいくらでもあるんですけれども、あの僕はあの編集の心配をしてます。じゃあ、お願いします。はい、ファイターズっていうのは、この球団の日本ハムとファイターズが一体になって、チームを強くしてるなっていうところが感じられて、特にドラフト戦略ですよね。あの、2010年代後半は、それこそね、あの、万波とか、サンドとかを高卒で勝ち。デジナリアみたいになってる。デジナリアってお前どうしようかな。あれ、あの、竹下さんの2021年とか、それこそ大学生を多く指名したりして、みんな同じ年にドラフトへ取って、その高卒で選手たちが、花開きかけてきているというところで、本当にこのエスコン移転して、球団と、そのファイターズ、あの、本当に一体となってやっている。ああ、なるほど。で、150キロ以上。常時出せるようなポテンシャルがあるピッチャーをこう中心に、ね、指名しているっていうところで、うん、それこそさっき、ね、名前出した柳川だったり達だったり、あとは福島もね、今年支配下登録されましたけれども、はい、あるいはね、精神的支柱の山崎さんやガビア西がいたりっていうところで、本当にこの選手たちが、まあ、楽しそうに野球をやってるっていうのをこうね、スタンドから見ててもわかるし、SNS でも、こうね、いろんな動画とかが上がってますし、死ぬのディリスの動画こう、インタビューしてました？して、めっちゃしてる。してすげえな。やっぱ熱量伝わってこれだよね、やっぱり。すげえな。ちょっとまだまあ、2チャームのね、業界で頑張ってもらえればと思うんですけど。もうちょっと最後なんですけど、やっぱ勝俣。うん。まあ、やっぱ巨人愛すごいわけじゃないですか。勝俣は巨人愛、最後 DD は日ハム愛、ちょっとね片腕分け合いつつあのいつか熱っ熱っ片腕ちょっと分け合いつつ熱弁してもらえたらいいかな。じゃあでは、巨人もね、日本シリーズ日本一に向けて、はい、そして、まあ、日ハムもですね、はい、日本一に向けてやっていくチームだと思いますので、はい、まあ、最後自分の支球団のね、はい、いいところもバーッと喋っちゃってください。あ、いいところ、もう聞き取れなくて大丈夫です、はい、視聴者がもう2人でバーッと熱量もね、はい、見せてもらえるわと思います。はい、ではちょっとセッティングします。はい、ちょっといきなり結構リーサ、何ですか。ちじゅリーサ、何ともなくてないよえ、すごく。じゃあ最後いきます。愛の強さっすよ。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング！ゴーチャイアンツ！